オランダのミートボールマイナスへハックとバルミートボールは、ひき肉につなぎと調味料を入れて混ぜ、丸く成形してから、加熱して作る料理である。日本語では、肉団子、メンチボール、ミンチボールなどとも言う。ミートボールは、似た料理が、世界各国で作られているが、材料の選定、味付け、加熱方法には国ごとの特徴があり、呼び方も様々である。 使用する肉にも、牛肉、豚肉、羊肉、鶏肉などの家畜、家禽の肉のほか、一部では、内臓や、爬虫類など特殊な動物の肉を用いる例もある。魚肉を用いるものもよく見られるが、これは日本では、つみれなど、別の呼び方をすることが多い。つなぎには、パンパン粉、卵を使い、塩を加えて練って、粘りを出す。風味や栄養を考えて、 スパイス、ハーブ、野菜などが加えられる場合もある。国によっては、ゆで卵を包み込む場合もある。加熱方法としては、フライパンやオーブンで焼き上げるもの、煮るもの、蒸すもの、揚げるものなどがあり、揚げてから煮るなど、複合してもチール例もある。形状の違いを除けば、材料や作り方は、ミートローフによく似ている。また、形を扁平にすれば、ハンバーグとも近い。 この他、肉団子の素材は、ファルスとしても使われ、ピーマンや、アケビ、キャベツなどに詰めて、焼いたり揚げたりする料理もある。スウェーデンのショットブラールドイツのケーニヒスベルガー、クロプセ、ケーニヒスベルクフュー肉団子のイトルコのアクチャーバと、キョフテシーランのアゼリー料理、クーフテタブリーズイーインドネシアのバクソ太平洋、戦争中、アメリカ合衆国は、日本の日照期や、 国籍マークを部別的にミートボールと呼んでいた。ありがとうございます。